出席へ、三流解析家阪神大山雄介 FA 注目の中で異例のファン間出席へ、その他の球団行事にも参加予定。そりゃ参加はするだろう、そんな白状な選手いないよ。残ってって言われて苦笑いしてる大山の姿が浮かんだわ。これは遺跡やな、残留やな。出席しても欠席してもなんか言われる地獄。ギリ見せたな、大山藩は男やで。ファン間で残留宣言したら阪神ファンどうなる。今度会う時は敵同士ですって言って阪神ファン煽ってほしい。ファン間の締めに取り出したジャイアンツキャップかぶって遺跡発表をしてほしい。そんなことしたら笑いすぎて死ぬわ。プロレスなら大盛り上がりやけど、野球でやったらどえらいことになりそう。プロレスなら覆面の阿部慎之助が乱入してきて拉致やね。巨人のユニフォーム着て颯爽と現れてほしい。ジャンパー着て参加してた大山が最後に脱ぎ出して巨人ユニになる展開ええな。江藤に背番号を譲った時の長嶋みたいにウィンドブレーカーからチラチラして匂わせしてほしい。なんとなく残る気がする。残留確定演出や。基本的に移籍するしないに関わらず FA 宣言中でもファン間には出席せんか。山口俊もファン間出てたし。復讐する奴らの顔を目に焼き付けておくんやで。感謝祭でファンの時期の声を聞きたいんやろ。衝撃あり。ファンの民度が試されるな。警備つけないと危ないな。どうやっても文句言われるんやから出とく方がええが。ここでも阪神ファンからのうるせえ声援ややじもらってへきえきするんやろな。確か三浦はファン間でファンの声に負けて横浜残留したんやって。阪神ファンも大山引き止める最後のチャンスやな。俺は阪神の大山雄介になるにはここしかないやろ。鈴木大地はファン間で悩んでる、結論出すのに時間かかりそうと言った翌日に即楽天入り決めたぞ。巨人のファン感謝祭は30日だからはしごできるね。にっこり。阪神のファン感とは書いてないな。しっかり考えたいと思いますみたいなコメントでお茶濁して終わる気しかせんな。ファン感の時に FA 移籍決定図には多くいるんやな。糸井に森に西川に岸に浅村、大山はどうなるのかね。どちらにしろファン感出るのはファン大事にしとるわ。プロとして当然だが偉い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。